はい、では一旦ちょっと、アンケートの結果は、猿川さんがダントツ。あ、コバゴも近いんだ。コバゴと猿さん、猿沢さん近いんだ。はいはい、わかりました。はい。まあ一応でも猿川さんやっぱ毎回選ばれますね。はい。じゃあ猿川さんでコバゴも、アンケート多いと。はい。じゃあ猿沢さんと、コバゴさんね、行きましょう。はい。だってさ、ああ、またちょっと、じゃあ、お話しましょう、その話は。はい。じゃあ、で、ちょっとね、猿川さんなんですけど、ちょっと小箱の手配がなんかやたら気になったんで、なんかね、スワンコできそうな。はい。ちょっと、小箱の手配だけトンパツ見て、で、やっていきましょう。はい。じゃあ、今日も始めていきます。はい。まあ、明日は一応僕、オフ会あるんでね、あんまり疲れないようにね、早めに切り上げようかなと思ってますけど。って言いながら、また、朝5時ぐらいまでやってるのかもしんないけどね。はい、じゃあ行きましょう。とにかく親の、ちょっとフォア語見ていこう。スーピンツモ。E1 キル。まあまあまあ、そんなにでも選択肢はないか、これ。ウーソーツモ、リャンソーキル。ないか。まあまあ、そんだけの話か。もうひっつきか、いいな。パーマンキル。チーピンか。チーピンでもいいか。チーピンキル。親でメンタンドライチ。とか、リーチドライチイーシャンって。パーソー。ん？パーソーチーソー69万チーマンのシャンテンにする？ん？別になくはないのか？これどっちがいいんだろうな。まあ、俺だと結構チーピンスーピンの火付きになしてる可能性あるんだけど。まあ、この手順だとなんだ、スーピンでもありか。ちょっと誰かあります？なんか強い意志がある人。ナーガとかでよく何キル研究してる人。これってやっぱパーマンじゃおかしいの？俺結構パーマンキルんだけどさ。やっぱスチービンの受け被ってるから。アバさんスーピン切りますか。ツイートしましたか？あ、ツイートしてない。ありがとうするわ。あ、フーさんありがとう。またありがとう。助かります。ありがとうございます。パーマンキル。チーピン切る人はスーピン。ああ、そうだね。確かに、チーピン切るとスーピンっぽいんだよね。まあ、了解了解。わかった。そんな感じか。とりあえず、まず、猿川さんね。猿川さん。ね、ツイートしてありがとう。パーマンでもいい。パーマンがいい。あ、了解。タイヤをつけやすいパーマンでもいいですよ。わかりました。まあ、俺はだから、スチーピンの火付けになってんのかな、ずっと。パーソーもスモギって。はいはい。まあ、いいか。了解。まあ、ちょっと、皆さんに意見聞いていく。そんで、まあ、チーピン切って。で、まあ、この手順だと、スーピンになるの？あ、これは違うんだ。パーソーか。わかりました。あ、坂田さん、ありがとうございます。パチ買ったからお裾分けと思ったけど、今の流れでクソ投げにくい。え、なんで？ 311 円でもいいですよ。はい。G、あけさん、いらっしゃい。はい。あ、またね、ちょっとね、スパチャもらったら、最近は振り返り動画で上げてるんで、はい。また、動画でも、ちょっとね、M リーグ検討中だからあれだけど、また思い出したらちょっと言いますね。パーマンのコスト6万いた後のソーズタメンチャーの変化、待てるぐらいか。パチンコ、何？期待値稼働してるんですか？どういう稼働ですか？坂田さんは。はい、まあ行きましょう。はい、で、パーソー切った。嘘？こうなるとさすがにスーピンか。いいのかな？さすがにスーピンかな？ちょっとなんかスーアンコとか見えてくるしね。はいはい。で、いきます。はい。もう結構高打点になりそうだな。これはね、スーピンだな。まあ、あとは、あれか、普通に行くか。ああ、テンパらんな。ああ、チーマンポンテンね。はいはい、スッチソー。スチソウ嘘。スチソウ嘘、テンパイ。で、変化は、トイトイ変化もないか。スーソウ引いてアンカンとかもしないしな。まあまあまあ、これで2900テンパイか。シーマンポンテン早いかどうか。まあまあまあ、いいんちゃう。
うん、別に肉、ほぼ確実に肉取れるみたいな。スチソウソ。うん。まあ、イーシャンテンとしては広いよな。スチソウソ。あとは、あ、ポンするとスチソウソだけど、まあ、三層とかでな。三、四、五、七。総図三、四、五、七。マンズ、六、九万チーマンで、テンパイか。三、四、五、七。六、九万チーマン。うん、まあ、確かにめっちゃ広い。確かにめっちゃ広いが。うん、まあまあまあ。まあ、別に、言うほどじゃないですか。やっぱもうかなり深いんだよね。ギリする。確かにギリするっぽいか?ただまあ一応9枚引くとな、リーチドラ1もある。まあまあまあ。まあまあ、まあまあ確かに、スルーした方がトップ取りだとわずかにいいのかな。ここまで手配いいとね。6球、まあそうかそうか、チーマンがない。6球マン、ソーズが3457。6球マン3457。テンパイチャンスめっちゃある。まあまあまあ、まあ、行きましょう。はい。わかりました。はい。じゃあ、サルカワさん見ていきましょう。ちょっとね、ハイパイが面白かったんで、小箱見ていきました。はい。じゃあ、ちょっとサルカワさんが1位なんで、はい。はい。じゃあ、トン一曲、なんちゃドラガーペイ。手配、あ、めっちゃいいな。はい。E ピンなんととりあえず切っていく。もうなんか、あんまりなさそうだな、こんな。はい。チーマン切る。ちょっとこれはただただ面前で、完全にインシャンテになってく。で、サルカワさんもね、リーチ入んなかったってことか。ずーっと、ただただコバゴーとサルカワさんが、後継のインシャンテンをつもぎってる、トンパツ?あ、コバゴーがパワーって上がるんだ、すぐ。はいはい。わかりました。はい、コバゴー連チャンで、サルカワさん、なんちゃドラリ3ピン。2巡目のチーマン切りダメですか?はい。ああ、二巡目チーマン切りね。はい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 。ダメですね。はい。早すぎる。単純にチーマン盾で一応単ヤオとか、チーマン盾が明確にイーマン切りが嬉しい。で、ローマン引いて、まあローマンは別にリアウンピン、ロキューピンになるからいいか。まあだからちょっと早すぎるんちゃうかな。ローマンからイーマン、イーマン。確かに分かってた。まあだから、まあまあそんなめちゃくちゃダメかって言われてあれだけどね。まあローマン引いた時に、サブローマンか他の両面か選ぶ。とかね。まあまあまあ、まあ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 。まあそこまで2巡目から形決めなくてもいいかなって思います。単純に縦で単野を。いいと思います。ダメですね。いえ、ダメじゃないですか。はい、じゃあ行きましょう。なんちゃドラ3ピン。はい、役配統一なんで、まあ、まっすぐ行ってください。シャー、切っていく、トン。まあ、ダブトンはそんなに怖がらなくてもいいので、まあ、シャー切りたい。初ポンされた、初切る。ずいなぁ。なぁ、所詮、イーマンからなんだけど、初の受けがゼロだから、まあ一応初で。リアンピン引いて、まあ一応ドラ受けできた。ここは初切った。チーピン引いたペー切らない。ペー切らずにシャー切る。シャア恨める。まあ、ペイは2枚切れ ではあるんだけど。ここで一メンツできていく。はいはい、いいとこ引いた。リャンソー切る。まあ、赤引いて、打点がドラ2枚なった。チーピン切る。ああ、ここでもう対応するんだ。はいはいはい。
まあまあまあ、そうだね。2件仕掛け入ってるし。まあ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 。ここで対応していく。競技麻雀と座布団価値高すぎる。M だと大多数が過剰に先切りしてるイメージある。ああ、ありますね、かなりね。めちゃありますね。まあ確かに競技だとダブトンのリャンハンはめちゃくちゃ脅威って感じか。あ、どこでなんでたか。まあまあ残酷あるんでポンしたいな。まあ3ピン引いたら漫画まで行くし。まあちょっと急走切っちゃったけど、まあ急走切りはそんな裏目、まあそんな裏目っていうかまあまあまあ、まあ何ポンしたいが、急走切った人はポンしないのかね。あ、しないんだ。弱気だな。まあそれこそな、別に普通にチーピン来てたら、チーピン切って何ポンして、チーソー切って、まあ、3ピン引いた瞬間マンガン、まあ、ウーピンとかでも一応マンガンコースある、とかなるんだけど、なんだかこれあれか、数万ポン入ってるから、パワーでいいよこれ。なんかマンズ連続系弱いやん。パワーかこれ。パワーでいいか。なんかごめん、なんかあんま見てなかった。場の枚数。あ、急走切ったらだいぶ泣けない。まあ、急走切ったとしても、まあ一応、ウッパーワン、一数ピン、パーソンのイシャンテンって、まあそんな狭いわけではないけど。パーワンじゃない。ね、パーワンだね。ちょっと俺もなんか、集中力なかった。鳴かずか。そうだなぁ。親がマンズの正義面してそうでテンパイ。親がテンパイかわからんなぁ。テンパイ率せいぜい 40% ぐらいちゃう？チーピン補充しそうですか？いや、チーピン補充しそうではないが、それでもチーピンでやると、チーピンって言ったけど俺は、まあ、そうだなぁ。まあちょっと弱気というか、まあ、まあまあまあ。まあ、赤引いて結構マンガンまで見えちゃうんで、もう、とりあえず、チーピンパーワンどっちか打つで良さそうですけどね。急走は結構上がり率下げそう。って感じ。はい。ドラなし、赤なしならわかるけど、これはある程度泣き無視して、あ、泣きを無視ってこと、そういうことか。上下の泣きを無視してフラットに打っていい手だね。そうですね。いい手だと思いますね。泣いても漫画まで見えるので、普通に。はい。あ、水が満ちありました。で、何スルーした？パーソー引くんかい。強すぎやろ。チーピンかパーマン、まあ、ケアしてるからね、パーマン切るんちゃう。まあまあ、そうなるわな。これでチーピン切ったら、いや、チーピン先切ったらってなっちゃうんで、まあ、パーマン切るでしょう。まあ、一発横移動。もう、でかっ。羽マン横移動していく。あ、東條さんいるやんけ。東條さん上がっていくないっす。俺の遺伝子で上がっていく。いや、それ言い過ぎか。変な感じになるな、それな。はい。菅原さんの検討も見てみたい。菅原さんの検討はするんじゃない？ 2 試合目の話だよね。菅原さんの検討は多分次します。はい。小箱ついてない。まあ、一応小箱の手見とくか。どうなんだろうね。これそんなに過剰にケアするか、これ。東條さん好きだな。それは東條さんも一応、カワチルに、一回配信来たら、一回じゃないか、東條さんは。もう。これな、まず3、5、7切って、その後手出しも入らずに、そんな過剰にケアするかな、これ。赤引いて。とりあえず、やっぱパーマンでも切ってほしかったよな。パーマンって別に筋だしな。神茶にパーワンって、まあ一応、まあシャボかカンちゃんは、シャボはないし、まぁ、ちょっとパーマン、ちょっと急走なんかおかしいよな、やっぱな、よく見てもな。パーマンを下茶にケア。
チーピンプッシュでいいと思うけど、急走切るぐらいだとやっぱりパーマンでいいよな。親にこんなパーマン当たったら事故すぎるし、下茶にパーマンも別にそんなまあ、うん、って感じだよな。うん。茅森さんなんで？あ、ゆうさんいらっしゃい、トイレさんいらっしゃい。ジョリープロ年々可愛くなる。そうなの？マンズの立つ音にピンズが打ちづらい。でもこんなんテンパイ率さ、テンパイ率なんて 40% ぐらいだろ、これ。いや、下手したらこれ、まあ、人読みとか考慮しなかったら、30% ぐらいちゃうの、これ。357でしょ。多分、テンパイ率 30% とかちゃうのか。そんで、さらに、テンパイしてたとしても、そもそも C ピンとかパワー1が当たるかって考えると、もうパワー1なんて言ったらもう、50回に1回とかちゃうの。今ここでパーマン来てカミちゃんにロンって言われるって多分、いやもっとないんじゃない？ 100 回に1回とか。マジで多分そんなレベルちゃうか。ここでパーマン来てカミちゃんロンは。多分そんなレベルだよな。うん。まあまあいいや、はい。一応コバゴがでもまあ、マリチ一発に行ってるぐらいだから、まあテンパ取ったのかな。まあ一応手配見てみる。うん。いや、チーピン当たってんのかい？おい！俺がぬるいみたいじゃないか。チーピン当たってゆく。うん、まあ、テンパと言いましたね。下茶も乾燥テンパイ。はい。小箱にはマンズ切りやすい。そうだね。はい、じゃあ行きましょう。あ、そうか。これチーピン切って小箱が1500か。チーピン切って1500を上がらせなくて、さらに小箱が12000振っていく。これは何か、うん。面白い流れを感じるな。はい、じゃあ行きましょう。まあ、あとはあれか。さらに、1500とかあるから、そこも、あれになるか。だから、まあ、今1500見て言ってるだけだけど、そもそも、1500とかの場合は、放銃してもやっぱ痛くない。ノーテンパップと変わんないから、他の人がリーチして積もるとか、ノーテンパップ払わされるとか、そっちがあるから、そもそもだと1500のテンパイとかは、さらにどうでもよくなるのか。テンパイ率 30% だとしても、かつその中の1500テンパイに関しては、もうほぼテンパイとみなさなくてもいいみたいな状態になるから、うん。まあまあ、さらにそういうのもあるか。一応ね、結果、ちょっと開いて言ってるだけだけど。うん。まあ行きましょう。はい。そうね、フライ、うん。まあ行きましょう。しゃあない、さすがに。うん。はい、じゃあ行きますか。はい、小箱の宝珠はしゃあないけどね。はい、はい、八木さんいらっしゃい。え、八木さんなんか久しぶりだな。半年ぐらいぶりぐらいちゃうか。違う？はい、じゃあ行きましょう。親でドラガトンか。はい、手配普通にて、イーソー切るんかい。1500とは限らん。いや、もちろん限らないんだけど、俺が言いたかったのは、さっき言ったそのテンパイ率 30% ぐらいだねって言ったんだけど、そのテンパイしてる中の1500テンパイとかは、ほぼテンパイに含めなくてもいいから、さらにケアが低くなるよねって意味で言っただけ。コメント久々だよね。うん。みんなコメントしてね、ちゃんとね。うん。だから、テンパイ率が 30% だとしても、70% のうち、まあ、そのうちさらに 30% とかは、1500のテンパイとかだから、あ、違う、テンパイ率 30% で、30% のうち、そのうちまた4回に1回とかは、1500点だから、それは無視していいから、その、さらに下げていいのよねっていう意味で言っただけね。うん。打点分布のね。うん。まあ。はい、じゃあ行きましょう。で、はい、シャベベさん、ヤギさんいらっしゃい。で、これはちょっと普通に、難切りだな。まあ、とりあえず音数にちゃ親だしな。まあ、細かいけどね。やっぱ普通に、タツ作り見た方がいいんじゃないかな。はい。なんで？なんでとなんでをかけていく。わかりづらい、ナイス。はい。赤引いた。普通に白、初切る。こういう眠りがある。まあ、そうだね。うん。まあ、こんなんも解説言わないしね。こんな言いそうでね。はい。Mリーグを見ていてコメ欄に疑問を持ち、河村さんの配信にたどり着きました。ズバズバ言ってくれるので、今日も気持ちよく寝れそうです。はい。ありがとうございます。初見さん。そう言っていただいてね。はい。じゃあ、聞きますか。
パーソーポン。上がるだけなら鉄ポン。単野をほぼ確定。まあいいか。こんなもんいきなり M リーグが泣いたらな。逆にびっくりするしな。まあちょっとこんなパーソーポンとかはいいです。ローマン、チェ、急走ってのもしないよね。はい。はい。解説は石橋さん。はい。はい、ペイ切る。うん。はい、白切る。4統一になってきた。チートイも見れるか。一応トンは場に放たれた。トン！ファック！トン切れや、普通に。うええってもう。まあ一応急走1枚しかないけど、まっすぐ行って面ピンイペゴもあるしな。面ピンだっていいしな。うん、まあトン切りたいな。9万が3枚切れからかな。パーマン切るの。うん、トン切りたい。スーマン、うん、まあ結果をオーライというか。はい、チーマン切る。キューピン切る。チュン切る。チュンポンされる。うん、ここでイシャンってなってトン切る。まあ、ここで、まあ一応イシャンテンからイシャンテンか。で、急走も全部見えたんか。はいはい。丁寧でいいですね。うん。はい。パーソーでいいと思います。まあ一応、ローピン。一応、ローピンもまあ下茶には現物か。ローピンでもいいのか。うん、まあまあいいか。うん。はい。いいと思います。うん、はい。ちょっと順目ももう深いんで。はい。ロキュソスイからどっかでフォローしたいですね。うん。これは冷静。うん、そうですね。はい。トンさん曲ペイチャドラーさん、そう。はい、ルークさんいらっしゃい。これは出会い良くないな。はい、普通に何射切る。9万。あ、初パス。あ、ありがとうございます、ネゴさん。なんか話してほしい話題とかあったら入れといてください。うん。って何切っとんねん、俺が見てない間に。何しとんねん、スパチャ切っとる間に。パーソー切らんといても。てか、パーソー切んならなんなら9万切るわ。いや、そんならリャンスを切るわ。いや、てか、そんならペイ切るわ。うん。なしょ、これ。弱気すぎるなぁ。やっぱもう、この手入って、むしろなんか、チーソー引いた時だけめっちゃ、行くみたいな手だからなぁ。パーソー切るのはやっぱリャンソーだなぁ。いや、ペイだなぁ。うん。まあ、やっぱね、まあ、一応皆さんに、初心者向けに解説すると、手配が悪い時ほど、やっぱダイレクト受け重視した方がいい。だから、リャンソーに3層引っついたらどうかなっていうより、もう本当にチーソー引いてパワー引いた時とか、それだけケアして、行った方がいいわ。てか、まあ今回はちょっと自配も3枚あるから自配でいいんだけど。うん。大井さんの劣化版みたいなマージャン。うん、そうかもしれんな。いつもの。うん。はい、デザインいらっしゃい。で、パーソーか。リャンピン。もうどうすんだこれ。見守るかも。数万切んの？パーソー切る人は。リャンソーなんだ。リャンソーは2件に安全。2件に安全、リャンソーか。うん。チューン引いた。まあチューン引いても、まあ、1000点しかないからなぁ。まあ数万？そうなんだ。ここの数万とか別に全然いいんだけどね。だパーソー切ってコンパクトにするんだったら、やっぱりこの順目のここはやっぱ俺数万なんだよな。
これが感覚の違いというのかね、圧倒的にそうなんだよな。30面のパースは絶対切らんけど、ここの数万は全然切っちゃっていいんだよな。もうどっちみちトイメンの仕掛け巻いたし、もう手がしょうもないからな。まあ、この時点だとそもそもトイメンの仕掛け入ってないし、まあ、まだ別にチーソー引いて、普通のメンタンピンとか、なんか普通の手あるから、パースを絶対切らないんだけど、ただトイメンの仕掛けもあって自分取れないし、ってなると別にここで、まあ、ここがリアンソーで、ここは別に数万来たってなんとも思わんだよね。なんかね、コンパクトの仕方がやっぱおかしいんだよな。あ、8切らんし4切らん。それでいいんだけど、普通の人は8も4も切らなくていいんだけど、なんかめちゃくちゃコンパクトに打つって言われても、この数万は切ってもいいんだよな。まっすぐ行ったってもうゼロメンツでさ、チュン、ポンしても1000点だから。で、なんか違和感があるって話ね。もちろん別にここでも、ハクペイでいいんだけど、パースを切る人はもう、こう数万切ってってめっちゃ思っちゃうな。リオさんが第一打数そう。ターツ足りてるっていうか、手牌に価値がないんだよな。そうそう、感覚がやっぱずれてるってそこなんだよな。TT さん、ハクだな。うん、いや、全然ハクでいいんだけど。ハク切ってまっすぐ行くもいいんだけど。いや、なんならやっぱここの数万は俺でも切りたいんだよな。なんかだから、コンパクトに行くって言っても、ここはコンパクトにしないんかいって思っちゃうんだよな、やっぱな。平面で別にね、ただここで見せられて、何切る問題って見せられたら、いや、ハクとかペーとか言うけど。やっぱパースを切ったっていうこと踏まえるとね、ここでは数万切らないんだなっていう、やっぱめちゃくちゃ違和感になっちゃうね。これもだからどうすんのこれ。これ何ペー、数万数万か。8切る人は、そう。で、チューンはスルーか。まあ、チューンはスルーはいいんだけど。はい、一メンツできた。ああ、いいシャンテンになった。チュンチュンでいいか。チュンチュンでいいね。はい、チュンチュンでいいか。4万金だ。トイメに9万とか、嫌だけどね。まあ、悪くはないのかな。まあ、確かに悪くはないか。そうですね。別にそんなめっちゃ悪いとかではないですけど。まあ、確かに別にいいや。このチームはいいわ。ちょっと細かい。9万重なっていく。チートイシャンテンは、取らない、チュンチュン切る。チュンチュン切る。テンパったけど、相手おやり、安全牌という安全牌が、いいピン、チーソ、チーソーちょっと嫌だな。まあ、M リーガーがリーチするわけはない。Q1 も2枚切れ。まあ、しないか。俺もしないか。はい。とりあえずチュン切ってダマする。?9 万通る。ああ、9万。トイメが一発目9万これ。あ、一発目じゃない。二発目9万か。あ、ほんとなんだ。9万取ってて。半杯ある。いっぱいあるか。トイメンが普通に押してた。はい。あとは K 点取れたらいいんだが。先輩取れた。はい。トンサン曲ペイチャドラがいいマン。手配いいな。はい。これはまっすぐ行きましょう。普通にまっすぐ行くだけ。もう最強か。はい。9万切る。パーマン切る。なんか謎が多いな。さっきから。まあ、一応普通に3層引いたら普通の2面になるんで。で、パーマンにチーマン引くより2層に3層引いた方が嬉しいから、ちょっとよく全く意味がわからん。まあ、一応2刺しがどうとか言うつもりないけど、まあ、一応あるよな、2刺しもな。
三層引いて、普通に二差しあるよな。なんだこれ。パーマン切ってくれ、普通に。圧倒的にパーマン切りだな。三層から普通の二差しもある。678? 絶対おかしいだろ、それ。678なるわけないよ、この。種もないし。なんだこれ。三層引いたらマジで普通に二差しのリアンシャン戦だからな。全く不明すぎるわ。はい、パワーバン切る。なしたのこれ。大丈夫か?いや、しんどくなってきたな。どうしたこれ、パワーマン。三ピン引いたらめっちゃ嬉しいし。いや、不明すぎてもう何もわからんわ。うん。いや、パワーマンがいい、縦がいいそうってこと?え?下茶トイメン9万早い。で、上茶もパーマン来たから、パーマンが2枚山にいそうとか、なわけねえよな。そんだったらおかしすぎるわ。そもそも分かってないんだもんな。普通にリャンピンからはリャンピン3ピンめちゃ嬉しいし。いや、マジで何してんだこれ。これマジでだから、不明すぎる。そもそも縦だってね、こんな別に山読みしてパーマンのがありそうとかもないしね。そうそう、重ねたい以外ないよね、やっぱね。でも重ねたいって言ったってそもそも、統計とか勉強してくれ。うん。こんな平面でパーマンとリャンピンってリャンピンの方が引く可能性高いだろ。うん。よっぽど第一だ全員が9万9万パーマンとかだったらわからんではないけどね。下茶第一だ9万、トイメン第一だ9万、上茶第一だパーワンとかだったら、いや、そんだったらパーワン全山だし、それで初めて、リアンピンパワーの縦比較でもしかしたらパーマンのがいいってなるかもしれんけど、それでもやっぱり枚数、リアンピンは単純に枚数3枚、パーマン2枚をさ、覆らないからな。パーマン来て3ピンいたら何切りますか?まあ、それはむずいな。うん、まあ普通はパーソーでいいんちゃう。うん、パーソーで。なんか、何やってんだな、これな。うん。まあ、こんな打牌で運が悪いとか、なんか言われてももうしゃあないよな。不明すぎるよな。パーワンしかないで終わりだもんな。こんなガチ勢の100人中100人パーワンだし、AI もパーワンだし、今後麻雀が何年進化しようがパーワンしかないし。だまあもうなんか、それだけだもんな。なんだこれ。数万チーはします。はい。神ちゃんの仕掛け巻いてるし、教卓も2600点ある。点数もへこんでないチー。神ちゃんもなんかね、うん、あれだし。はい。チーしてパーマン。はい。するんかい、普通に。面前で言っとけ。何ここだけチーしとんの ?M リーガーなら面前だろ、これ。100人中100人じゃないや。どういうこと ?100 人中100人。ガチ勢の100人中100人。入ってるわけないや、ガチ勢に。100人中100人やな。2、3ピン7枚対2枚。うん。はい、ねえ、絶対なんか、いや、めっちゃいいけど、絶対チーした方がいい。うん、ナイス。チーはナイスだけど。ちょっとなんか。普通になんかここまでのリアンピン切りがクソなのに数万泣くんかいと思って。うん、なんで絶対泣くけど、教託もあるから。これ絶対鉄チーだけどさ。チーしたくない、ダメですか?ダメだ、こんなもん。教託2600点あるし。神茶もまあ、早そうか遅そうかっていうのはまあ、この捨て牌で見るのはわからんけど、パーソー、パーマン、スーワン手出しで、やっぱ普通に、これ上がるだけで4600点だもんね。4600点のチー点でしょ?点数も2万5000点持ち。上がれば3万点ぐらい。鉄チーでいいだろう。まあ、形はまあいいよな。うん。
いやでもやっぱ神ちゃんに速度合わせるとかでいいんちゃうか普通に。うん、あとはだから、M リーグが、その、やっぱりなんか、めちゃくそゴミ手だとポンしないとかもあるじゃん。うん。だただの役配の1000点のなんか、サンシャン点とかでポン、トンポンしないとか、なんかそれも踏まえるとやっぱポンじゃない ?M リーグでは。うん。パソからサブローマン受け替えね。うん、まあ確かにちょっとそれは思ったけど、まあそれはいいんちゃう。うん。うん、今3万トイメン通してる。パーソ、うん、まあ、いや、どっちもあるけど、うん、これに関しては枚数が1枚多い?ウッパーソーのが多分。サブローマ1、2、3、4、5枚見え。3対5、2枚か。うん、まあ、2枚差あるんで。ウッパーソーでいいかな。うん、ウッパーソーでいいと思います。あ、教託はね、うん、教託はでかい。赤受けもある。まあまあ、確かに赤受けもある。はい。で、どなたかこれ。あ、上がれなかったのか。まあ、これはまあ、ついてないというか。はい。はい、一応手早オープンして。うん、はい。まあ、チー点基準とかはまあ、ネットマージャンとかフリーとかやってる人はまあ、科学するマージャンとか見てさ、面単品ドラ1のイーシャン点はね、12巡目までチー点取らないとか、まあ、それをほぼ参考にしていいんじゃないかな。はい、ピンフがなければ、ね、もうちょっと早めに、10巡目ぐらいにチー点取るとかで。うん。はい、じゃあ行きましょう。はい、で、なんか、あさみさんめっちゃ点数あるな。はい。いいピン切る。うん、うん、うん。こういうのはコンパクトにいかないんだ。純ちゃんとかを見てるってことかな。こういうのもなんか何も考えずにいいピン切るけどな。こういうのはコンパクトいかないんだな。まあ、コンパクトとも言わないけど。なんかやっぱり ずれ、まあまあ、あくまでまあ、麻雀がずれてるっていうちょっと失礼だから。うん。まあ、やっぱり俺の感覚とずれてんな。純ちゃんあるか。純ちゃんあるんか。まあまあまあ、純ちゃんある。あ、まあまあ、純ちゃんあるね、前もね。うん、まあ、本一は見てないだろ、これ。本一は見てない。うん。こういうイピンとか別に切っちゃってもね、あ、そうですかってだけだけど。うん、こういうのはなんて切って丁寧にいくんだもんな。なんかちょっとフォローの仕方、フォローの仕方がやっぱなんか違うんだよな。別にこのイピン来て何残し、守備力ちょっとでも上げる。全然普通だけど、こういう E ピンは持つんだもんな。はい、ここではいい。今さ、ね、これはそう。はい。で、まあ、まっすぐ行くだけ。E マン引いたら、9万切る。うん。C マンはしゃあない。数層積も。うん、パーピンとかキューピンが1枚切れだったら、それ打ちたいけどな。どっちもションパイか。まあ、パーピン、キューピンか、E3 万で。うん、パーピンの方か。うん、まあ、いいと思います。はい。パーピン、パーピン。いや、パーピンなぁ。まあ、こういうのもやっぱり、Mリーガーの感覚だと違うのかな。やっぱ、パーピンってやっぱり全体的に安全な牌のような感じで見ちゃうんだよな、普通はな。やっぱまあ、まあなんかそんな何も考えずにやっぱ残すよな。ただ、これもコンパクトなんだな。なんかやっぱコンパクトに行く牌が、やっぱそこの違和感だな。なんか平面でなんかめっちゃ、なんか下手とかなんかいやいや、それもあるんだけど。いや、全部あるんだけど。まあまあまあ、なんかこれも別にそんなにパーピン切りたいかって言われると、別にパーピン切らないんだけど。
安全度に大差ない。いや、安全度はまあ、先切りも多い麻雀だから、割と差はあるんだけど、差と言われたらあるんだけど、これね、現物か。はい、ここで、イーシャンテンになった。まあ、数層切ってイーシャンテン維持でいいかな。現物切ってね。はい。ローマンは現物、9万も現物。はい。小さ、なんかドラ引いて、テンパったら、おい、ナイス。リャンマン2枚切れ。はい。シャボのが1枚多いので、シャボでリーチする。安全度はそりゃ3万のが安全。イーマンは一応無筋。M リーグ、対 M リーグか。いや、まあ、イーマン切りリーチで。で、まあ、これもだから、リャンマンここで来てるけど、イスマン無筋って言われたら知らんけど、まあまあ、普通の人はイーマン切りリーチする。これは普通か。まあまあ、安全度はそれは3万の方が高いが、それはこっちでいいね。さすがにこんなリャンマン早切りにイーマンケアしなくていいと思います。はい、これはいいと思います。ノーナイス。リーズもドラドラ上がっていく。はい、トンラス、シャーチャドラチーソー。コバゴは大丈夫か。あ、コバゴがっていうのもあるか。はい、はい、ハクキル。28,702 着。シャーキル。まあもう普通に行くだけ。3万切って普通に行くだけ。初ポンか。ああ、初ポンね。普通にこれ1000点で。まあ1000点か2000点か。はいはい。まあこれはいいな。これは普通に泣いてくれるんだ。いいと思います。はい。もうこれはただ行くだけ。はい。これで終わりか。はい。じゃあ、トンバ見ていきました。え ?42 分。え時間の感覚おかしいな。20分ぐらいと思った。下手したらもう18分ぐらいで、他の人見ようかなって言おうとしたら、ちょっと早く終わっちゃったんで、42分。そんなに曲数多かったか。1,2,3,4,5,6,7,7曲42分。お疲れした。お疲れ。42分。マジで。そんなにかかった。時間おかしいな。世にも奇妙な世界に潜り込んだか、俺。気失ってたかな。小箱見た。単発だけ小箱見たけど。そんなん多分2、3分じゃない、あれ。マジか。なんでだ、こんな時間かかってんだ。おかしいな。ちょっと飛んでたかもしれないね。はい。じゃあ、まあ、終わりで。90円。はい。ナンバー90円です。はい。はい。カイマンさんもお疲れ。はい。じゃあ、まあ、終わり。はい。じゃあ、お疲れ様です。